1月17日2020年です。 ET トーク第2弾、本日第2弾のお題目は UFO が見える人見えない人、 UFO なり異星人様なり見える人見えない人がいるのはなぜという、こう壮大なテーマでちょっとダラダラと話してみたいと思いますということで、ですね、私の個人的に私の最も最初の UFO 目撃は多分6歳の時巨大な母船がうちというか小倉っていうとこですけど、小倉南区の上に巨大な宇宙船が浮かんでいたっていうのが最初の時で、それから25ぐらいまで20年間ぐらい、26か20年間の間はなかったですね。見てないと思います。その20年間の空白は一体どういうのかよくわかりませんが。で、90年に、見えない人のエーテル手術体験とかが始まりの、91年にペルーに行きので、ペルー旅行の時は、マイアミからリマ空港に飛んで、リマ空港に、これも聖なる谷で明確に全部書いてますけど、91年の聖なる谷トリップの UFO 目撃だ、もうガン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 見ちゃいましたは、聖なる谷をお読みくださいと。それで、ペルーの空港、リマ空港に到着する相当前ですよね。だからまあかなり高度の、空を飛行機飛んでる時に、私窓側に座ってた、左の窓側席に座ってたんですけど、ウィングのところで。で、外にオレンジの、巨大なオレンジの光が、あるのに気づき、それがあの時の最初ですよね。ペルーに行った時に。で、こう見たことするの、巨大なオレンジの光る何かが、まあ、ね、ウィングの、左側のウィングのちょっと先の方にボッコーンとか出てるわけ。で、これは一体何なんですかっていうことで、で、こう、宇宙船のイメージとかなり違ってたんで、だからもうかなり、なんていうの、洗脳されてたってこと、テレビ洗脳で、宇宙船っていうのは物質的な金属でできている飛行機の、なんていうの、円盤型っていうんですかね。円盤のようなものが UFO だっていうふうにもうすごく洗脳されてたから、その巨大なオレンジの光がぼっくりね、ぼっくり言ってるの、あるのを見て、なんじゃこれみたいな。で、後ろの隣のお兄ちゃんは寝てて、いや、寝てるし起こすのもなんだなと思って、後ろを見たらまた後ろのお姉ちゃんは起きてたから、後ろのお姉ちゃんに、ちょっとこれなんですかねとかって聞いて、で、彼女も、いや、これなんだろうねって話して、いや、UFO が、UFO なのか、その宇宙船じゃないから、その船っていうか、金属的なものではないから、これって一体何なんだろうねって二人でずーっと眺めてて、で、そのオレンジ色の巨大な光が上に上がりの、戻ってきの、下に下がりの、戻ってきの、で、斜め後ろに下がって消えていったとか、そうなすっごい長い時間見てますよね。分数的には。1分、2分とかそれ以上もっと見てましたよね。で、それが最初で、で、到着しました、と。で、その日の夜に、ホテルは、その時のペルっていうのはすごいもう戒厳状態で、戒厳令出てて、もう、ダウンタウンリマなんてもうボコボコ、戦争戦とかない、国内テロでボロボロ、もうボコボコ、戦後の後みたいな。本当にすごい状態で。で、そのホテルの屋上にがラウンジになってて、そのラウンジで、で、ホテルから出ることも許されず、ラウンジで、まあ、お話ししの、その時通話人数は36人だったかな。プラスアルファ、通訳とチャネラーとガイド、ローカルガイド2人と。で、だからまあ、もうおおよそ40人ですよね。で、まあ、知らない人たちが集まってきてるわけだから、で、その牧場で、まあ、自己紹介的に、馴染む的に、みんな、だらだら上がってきの話をしんの、ね、で、その時に、一緒にいた、彼女は当時、最年少で、彼女は突然、うん、直子ちゃん、そのとこ最年少、私が男の中で、男性の中では最年少だ、20、どっちか26か。
で、突然、なこちゃんが、あ、UFO だとか言って、え？みたいな。で、それどこどこみたいな。で、あの時に、その彼女はすぐなんか目に入ってきたんでしょうね。で、どこどこって言って、やっぱり夜空広いから、あそこだって指を刺されても、こう、分かりにくいわけ。で、でさ指刺されてる方向を、こう見て、見ながら、どれだかよくわかんないみたいな。星も、やっぱり、星も綺麗だし、透明度が違うっていうんですかね。やっぱり、都会っていうか、シティライトがなかったっていうか、壊れた後だったから、あんまりそんなついてなくて。で、まあ、夜空は綺麗でした、と。で、そこで、まあ、星はありの、輝きの、キラキラしいの、で、その中で UFO を探せって言っても、てんてんてんみたいな。で、ある時に、突然、繋がったのね。何かが繋がって、あ、わかりました、今わかりました、と。で、そこで、見て、よーく見ていくと、星じゃなくて、その時はやっぱり、てんてんてんっていうか、よーく見ていくと、星ではなくて、ちゃんといくつもね、どのくらいだか12個以上ありますよね。で小さな点が、ピピピピピッとさ、円状になって、それがクリ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 回転してるのね。で、あ、これは星じゃないですね、っていうことですよね。ってで、あの時の感覚っていうの、なんかピピピッとこう、何かが直線的に繋がっちゃったっていうのがあって、それから、近くにいるとピッと分かるようになっちゃいましたね、突然。で、その時に、私とルームメイトとか、ルームシェアのだった男性、東京のカメラの中村さん、彼は分からなくて、とにかくもう見つけられないと。見つけられる人はピッと見つけられるんだけれども、見つけられない人は見つけられないで、どこどこどこって、もう最終的に諦めちゃう的な。で、そこで、あ、これっていうのは、感覚的にピッとつながる人とつながらない人がいるのねっていうところになり、で、その時のツアーリーダーのエドワード・メイブは、さんが、まあ、コンタクティ、要は、宇宙人、だから UFO 目的で UFO が来るからどこそこに行こうみたいなことで集合目撃しちゃってるとかする人だから、で、彼曰く、いや見える人と見えない人がいるよと。見えない人は出てても下向いてたり横向いてたり、なんか別のとこに行ってたりとかして見えない人は見えないよねって話をしてくれて、あ、そういう世界なのねっていう。分かってるの分かんないな。でも見える人は見えるけど見えない人は見えないよね。てんてんてんで。で、なんで見えるのっていうことになって、なんで分かっちゃうのっていうところになって、あれは、ある意味テレパシー的になんとなくこう、感覚がそこに自動的にあっちゃう的な。で、それ、その翌朝、で、ホテルから出ましたと、ナスカに移動しなくてはならない。相当早く、まだ日も明けてないぐらい。で、外に出て、で、バスに、移動のバスに乗る前に、あ、上にいるし、みたいな。ピッて上げたら上にいるみたいな。で、ここら辺見てるよ。こう、いっぱいいるから、言うから見てみれば。でも全然、だから、なんかキャッチできない。なんていうの、感覚的にキャッチできないから、さまよっちゃって、ちゃんとこう、目の焦点が合わない的な。で、それ以来、ピットが、なんか自動的に分かるようになっちゃう的な。で、あれは、感覚的なところが、なんか一度接続されちゃって、それがやっぱサブコンレベル、バックグラウンドで、やっぱり良しとしちゃうんでしょうね、きっとね。で、自動的に別に、なんとなくもう分かっちゃう的な。で、それで、で、まあ、あの時のツアー、多分ほぼ全員見ましたよね、最終的には。滞在中に。ほぼ全員。で、見えか、まあ、ルームメイトの仲間さんは見えなかったんですけど、ある時から分かるようになりましたよね。だからこれは多分、オーラっていうか、ライトボディを通じて、多分、なんて、学習しちゃうんだと思います。潜在化の、はい、バックグラウンド的に、なんていうの、コードなり、その情報なり、その感覚的なものが、どんどん一緒にいると重なっていって、最終的にコピーされちゃう的な。コピーされちゃうと、なんとなくもう分かる的な。あれねみたいな。だってそこで、
そこで経験が進めば進むほど、目的が増えれば増えるほど、自動的になんとなくピピピッとアンテナが自動的に焦点合っちゃう的な、だから探さなくてもいい状態になるな。で、あ、ここでもですかみたいな。で、多くの場合は、だいたいそんなに近く、下まで降りてこないから、下まで降りてこれないのは、あるいは、降りてきちゃうと、人間的に、だから非物質化と非物質レベルの状態から物質レベルの状態に置いていく部分で変えなきゃ、ステートを変えなきゃいけないんですが、で、なんていうの、エネルギーポーションシステムっていうか、その、推進システムが全部オフになる、全部いろんなものがオフにならない限り、人体にすごい影響が出るわけ。だから近くに来れないの。はっきり言っちゃうと。そんなに簡単には降りてこれない。で、そこで多くの場合はもうかなりその距離を保った状態で、もうかなり上にいつも大体が上にいるのが普通で、場合によってはファクトリアのって見たときは相当近くまで来ましたけど、だからあれは稀だと思います。で、だからその範囲っていうか距離があるのね。その距離も多分かなり向こうがかなり計算するなり、見る側の、エネルギーのサーキットっていうか、の状態が、やっぱそのマッチングが高くなるまで、多分そんな近くには来れないんだと思います。私的には。で、もうそういうふうにしか思えない。だから見えるときには見えるけれども、まあ大概は、まあかなり上空で、で別にで見るない現れないも結局は向こうのディシジョンというか采配っていうか、別に用事も、まあ私の場合はもう何度も見てるし、その別に見せてくださいって言っても、そこに近くにいれば、多分近くにいればピピピッとなんかこう光って出てきて、あ、ここですよ的に合図をしてそのまま消えちゃう的なところが多いですけど、ある程度のこう超えちゃうと見る見ないはどうでもよくなる的な、ある意味サブコン的に別にいつもいる方見えないだけで、いる時にはいるし、見える時には見えるし、昼でも夜中でもあんまり関係ないと。で見てる時にはもう毎日見てましたよね。シアトルに2013年だったかな、あれがもう毎日3ヶ月ぐらいも毎日見てましたよね。どこに行っても見えるみたいな、気がついたらアホコですかみたいな、卵型の宇宙船とかスペースニードルの上にパカーンとか出てきちゃったりするし、でビーッと上がっていって、で、へー、あれはかなり近くに、かなり肉眼で卵型宇宙船っていうグレーガンメタルので、ちょっとなんていうの、接続っていうか、その隙間っていうんですかね板と板の隙間みたいな、そういうとこまでかなり見えて、かなりでも距離的には相当ありますよね。ありましたけど、でも、その、形としてはちゃんと見える状態、パーンと出てきて、で、その時滞在して、今度の方に向かってガーッと上がってきて、上に上昇しながら近づいてきて、今度の上に来た時には、もうかなり小さい点にはなっていましたが、見えないわけではないと。で、点、ある程度の高さまで行っちゃうと、あれはね、見にくい、はっきり言って。よーく見てないと、肉眼で、こう、見切れない的な、溶けちゃってっていうか、錯覚が起きちゃうときな、で、多分脳的にも、肉眼的にも、その違いを頭の中で作れない的な、だから脳が自動的にないものにしちゃうときな、多分。で、これは、やっぱり慣れだとしか言いようないですよね。多分で、シャスタの時は、ピーッとやっぱり出てきて、ピーッとシャスタの裏側にいたんですよね。裏の、巨大な、草原とか野原があって、多分スキー場じゃないか。スノーモービル用の、こう空き地みたいな、公園みたいな巨大なところがあって、そこに、まあ、なんとなくたどり着き、迷っちゃったんですけど、はっきり言って。迷った結果たどり着き、で、そこで休憩しましょうと。で、休憩して、で、
で、その時にそのシャストの裏から見てるわけですが、ピーッと右側から光る玉、連番じゃない玉、球形のシル光ってるシル、まあある意味ホワイトシルバーな玉がピーッと出てきて、でシャスターの上まで来て、あ、で途中で消えましたよね。で、あ、じゃあ本当にいるんだ的に、その後しばらくして。目の前の杉だと思います、あれは、木時は。杉の高いそのてっぺんのところに、球形の、巨大な球形の、なんて、まあ、表現しにくいですね。その球形の周りが、水蒸気がガーッと出てきて、その煙のように、突然そこの温度差が変わって、ぽっこり、なんか球形の外側に水蒸気がガーッと出て、かなり大きかったですよね。で、消えましたよね。で、だから、その、肉眼的には見えないけれど、温度差的に、そこの温度がやっぱり変わっちゃったんですよ。突然そこにパカーンと出てきて、バッとその水蒸気が球形に、円形に出て、球形に出てきて、ここに消えますよ、的に教えてくれたんですが。で、あの時は私だけじゃない、その一緒にいた二人の方も同時に、やっぱ同時に目撃しちゃう的な。バルは私だけではなくて、最初の UFO は私だけでしたけど、そのバカッと出てきた時は3人とも同時に、なぜか同時に同じものにしちゃうというね。だからあれは、やっぱり何か意図、なんかこう、アテンションが自動的にいっちゃうんでしょうね。もしくはアテンションを引っ張っちゃう的な、向こう側から、意図的に。で、同時に見ちゃうというか、3人いても3人別のものを見てる可能性もあるので、たまたま同じところで同じものを見ちゃう。っていう現象が起きちゃうの、フェロメンとして。で、その後は、その後、翌々日か、で、シャスターから車でポートランドまで帰っていくときに、夜中前か、11時ぐらいかな。ポートランドに着く前に、巨大な、やっぱり、眩しい光がパカーッと高速の上に現れの、待ってるわけ。待ってるわけ、ね。待ってるわけ、ね。ちょっと待って、私たちの車が通り過ぎるのを、そこでピッと止まって待ってるわけね。飛行機でもなければヘリコプターでもないと。で、高速の上だから、そこにライトなんて下がってないわけね。その UFO の眩しい光の中さをくぐりの、とか通り過ぎるの。で、しばらくしたらまた待ってるわけ。待ってるわけ。また出てきたよって。で、そこも通り過ぎるので。で、やっぱりその、見え方が宇宙船的に円盤的に出てこないから、巨大な、その、ものすごい眩しい光が浮いてると。で、それで、二回ともほら、見ながらね、でもさ、くぐり抜けちゃうわけだから、通り抜けちゃうわけだから。で、面白いことに、二回目は、三人とも見ている色が違ったの。後から聞いたら。同じようにみんな見てないよねっていう。で、光としては見てるんだけれども、例えば青く見えたとか、オレンジとか見えたら白く見えたとかっていう、そういう世界で、同じものでも見え方が違うのねっていうことが分かりの。だから、ここも、向こうは意図的に来てるから、意図的に見せてるから、その偶然ではなくてね、もうシャッターで見ました、シャッター見ました、と。で、2回目、その数分後にまた出てきました、と。その延長線上で、ある意味こう、追いかけてきた的な。で、2回見の、で、さらにその翌日、ね、お友達同士の背中に三角形の、三角形で四角い三つの、あざができちゃう、自然にしちゃう的な、前の日にはなかったんですけど、みたいな。確実にコミュニケーションしてるわけね。で、コミュニケーション的には、その、人間的なコミュニケーションじゃないから、見て分かりなさい的な、ある意味。言語を超えたところで、見てとにかく最初は見てるから分かりなさい的なところで、ある意味、なんて言うんだろう。考えさせる的な、その現象として。その後は、シャスタの後は私も毎日見てましたよね。滞在中ずっと見てました。ピッと見たら、そのどんなとこピッといるみたいな。で、そこで、あの時は多分、いたんでしょうね、その地域に。なんか母船が来てるなり、そのたまたまその、天文学的に何かのあれで来やすかったり、もしくはその
地球大気圏上にね、見えないだけで母船が来てるなり、そのクルーザークラスが来てるなりいたんでしょ。だからもう本当に頻繁に見てましたもんね、あの時は。で、その中で、まあ、知り合いから、いや、UFO 見に行きたいんですけど、ってこと、いいよって、私が決めるわけではないから、向こうがね、見せたけは来んじゃないのって時に、でもそこ毎日見てたから、じゃあ、ピッと繋げたらいいよ、飲み大丈夫みたいよ、みたいなところで。行きました、と。あの時はすっごい近くに来ましたね。ガーって、東南からやってきて、建物のゴルフコースの建物の裏をダーッと出てきて、私たちの前で、ピタッと止まって、でそこにずーっと止まってるわけ。で、もう巨大な光だから、で別にその物質化も、物質化っていうか物質質が出てきても巨大な光だから、その形は見えないんだけども、飛行機でもないと、ヘリコプターでもない、音もしないし、で動かないし、そこにピッと止まってるだけだから、でそれが、前にピーッと来て、で、止まりの、で、しばらくそこに止まって、そのまた、ベタ下がるわけ、ピーッと下がるわけ。で、それで止まって、で、それを何度か繰り返し、相当見てましたよね。平気で10分以上とか見てるのよ。ぼーっと見ながら、その友達が、これって UFO なんですよね、と思って、そうじゃないのみたいな話で。で、セキュリティが2回来て、もうとにかくもうそこの帰りなさいとか2回言われちゃったから。あ、でも私たちに、セキュリティにほらとかも、こう、まだ口でも言えない的な。で、2回目の時に、いや、すみません、ありがとうございました、と。で、帰りますとか言って、そしたら、スーッと元来た道を通って消えましたよね。でも、バックグラウンドでずっとなってるの。あ、見えない、かなり低空で、見えないけど、よく、消えたわけでもなく、ずっとそばにはいたんですよね。で、その後、サマムシでも見てましたよね、僕毎日ね。まあ、外に出たらガッと出てくる的な。で、パターン的には、一遍見始めちゃうとずっと見る的なですよね、私は。比較的。で、見え方的にはバラバラ。近くに来ることもあれば、遠い通りもあれば、色が変わることもあれば、バリエーション的にはちょっと何とも言えないんで、で、子供たちに、親から頼まれてね、お母さんから頼まれて、その、子供と一緒に UFO 観察できませんかとか言われて、いいよ、みたいな。毎日見てたから、森の中でも毎日見てたから、いいよって言って待ってて、あの時は、子供にね、あの時いくつだったかなから、11歳とかじゃないかな、もうちょっと、11人ぐらいかな。で、やっぱりこう、見たことがないっていうか、不思議なものだから、やっぱりこう、ある意味怖い的なちょっと、こう、得体の知らない的なところがあり、それは伝わってくるわけね。その、外に、まあ夏だったから、まあ寒くなかったですけど、外に出て、まあとりあえず毛布をかぶりに、私、夜空を眺めるので、どっちから来るかわかるって聞いたら、あ、こっちってわかるみたいですよね。あの人たちね、子供だから。で、で待ってたらピッて出てくるわけ。で、ピッて出てきてピューって言ってパンって消えるとか、もしくは、ピッて出てきて別のところでパカッてもっぺん出てくるとか、まあちょっとショーはしてくれましたけど、何分にもやっぱり高度で高い、標高がすごい高いところであれだから、で、ずっと見ていると、どれが衛星で、衛星っていうのは、あれはもう定期的にやってくるから、で、点滅も定期的だから、ずっと眺めていると衛星の軌道っていうのが分かってくるね。で、飛行機は飛行機で、あれはもうピコピコするから、経路も来るの、渡航の道筋があるから分かってくると。で、その中でやっぱこう、これは飛行機でも衛星でもないですよねっていう不思議現象が起きるわけ。ピッと出てきて、ピッと切れるの、バーッと走りの、で、水星でもないわ、流れ星でもないわけ、もっと低いから。で、何回かやりましたよね、子供と一緒に。やっぱりキャンプに出てくると。で、子供の場合は多分、大人よりもやっぱりこう、邪念が少ないんじゃないですかね、きっとね。で、好奇心もあるだろうし、で、大人の場合は、やっぱりなんかこう、サブコンレベルで見たくないとか、こう、拒否とか、怖いとかがあると、やっぱ見えないでしょうね、きっとね。見たいと思っても、頭の中、経済の中で見たいと思っても、別のところで何かの理由で、こう、
見たくない的な、怖い的なところがあると、逆に出現できしないっていうか、その頭の中で翻訳されない的な、多分ブロックかかっちゃう的な、多分。で、ホノルルのと、その後、ホノルルでは相当見てましたよね、最後の年は。バイキキの、目が、オーサンビューの今度も見たんですけど、もうほぼ毎日見てるんですよね、あの時。ピッと見たら、こう、ピーッと出てくる的な。で、クリスマス、あ、ニューイヤーズの花火の時とか結構出てきますよね。あれは、あの人たちに好きみたいですね、花火見るの。で、あとは、マカプー岬っていうところに、ペレの椅子っていう、巨大な奇岩っていうか、岩のモニュメントがあるんですが、そこで、お友達二人とお話をしてるときに、その下の小さい入り江があって、入り江のところに出てきましたよね。見えないけど。で、見えないんですが、その休憩の、完全に休憩の部、何かがぐるん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 回ってて、その下の、水っていうか海のところにスピンするように、水だから波じゃないわけ。もうその完全にスピンしてるわけ。ぐるっと波が水しぶきがスピンしてガーッと回ってるわけ。その上にあるものは見えないんですけど、その現象としてはそこに何かが回転してますよ。高速回転してますよっていうのを見せてくれてるわけね。であれもびっくりしましたけど、でもその、その女性2人の方の1人はドライブしてるときに、オーガニックというか、半物質の時ので UFO も見てる方だし、一緒に来て金星人ですよね、あなた、一緒に金星に行きましょうとか言われてる人だから、来てでもおかしくないなというね、ところで、見る人は見るけれど、でもいつも見てるわけでもないし、見たいと思っても、そのダイナミックスが、やっぱなんかマッチングがあるんでしょうね。だからアストロノミカ、天文学的に何かこう直線になってて、ゲートが開き、ゲートっていうかいろんなのがこうオンになってると、見る可能性は比較かなり上がりますよね。去年、一昨年だったかな。何か、ライオンズゲートの時は私毎日見てましたよね。一週間以上。ピッて出たらピッて出てくる時には。で、ピッピッピッと合図が返ってくる時には。だからもう大気圏上に、で、アクティブ。たぶんこの地域的にね、アクティブで、アクティブなのがこう、動き飛んでいろいろなことをやってるわけだから、でそこでピッピッピッと何かが合うと、ピッとこう、点滅してくれるみたいな。で、点滅してくれると同時にピッとエネルギー的にガンとなんかこう、ダウンロード始まっちゃうというね。が起きるので、これは、まず見える人はいいです、別に。なんか更新できてる的なとかコミュニケーションが起きてるわけだから、そのコミュニケーションが人間的なコミュニケーションではないから、その、もっとこう、テレパシーというには、なんとなく、こう、ビジュアル的にピッと出てきて、で、ビジュアル的に分かって、なんとなくこう、感覚を刺激する的な。で、そこで、そのテレパシーとなっちゃうと思った話は別で、情報が送られてくるときな、またなんとなくこう、みたいなことを言葉がやってきちゃうときなってことは、次のっていうか、あれですよね。アディショナルなとか、いつもそうではないから。で、あの人たちも暇じゃないから、はっきり言っちゃいます。あの人たちも暇じゃないから、その、忙しいときは、余裕があるときはピッピッピッとこう信号来ますけど、忙しいときは、私のリクエストなんか構ってられないんじゃないですかね、きっと。だから余裕のあるときにたまたまそのロケーションにいると、ピッて出てきますけど、忙しいときはそれどころじゃないでしょう。いろんなことやってるから、多角的に、いろんな場所で。ここは、期待しても仕方がない世界、はっきり言って。向こう次第だから。で、向こうのその忙しい活動状況次第だから。出てくるときは暇、余裕があったら出てくるけど、そうじゃないときはないでしょうね。あとは、ワシントン州的には、全米トップ3だから、比較的見る人は多いってことですよね。あとは、で、わかりにくいのは、外来、だから、地球外の地球の外から来てる
の、まあ、宇宙船なり UFO なり、まあ今はもう UFO とは言わないんです、アメリカでは。アメリカでは UAP っていうんです。UAP っていうのは、未確認、エアリアルフェノメナ、未確認なその場所の現象みたいな、不思議な UAP っていうことになっちゃいましたけど、最近。で、UAP 的には、地球から来てないタイプと、とか地球の中から来てるタイプと、もしくは人類が、だから、人間的に作っちゃった UFO とこう、いろんなバージョンがあるから、わかりにくいと。で、地球人側、地球人性が製造した、まあ、宇宙船になりますよね。あれは物質だから。クロークして見えるか見えないかの話で、やっぱり明確に違いますよね。オーガニックじゃない、オーガニックな生命体、UFO も生命体的なものもあれば、メカニックもあれば、半メカニック、半オーガニックのもあれば、完全エネルギーなものもあれば、ステートっていうか、エネルギー状態から半物質から物質の状態といろんな段階があるから何とも言えないんですけど、まあ、確実にいますよねって。宇宙は、地球人だけじゃありませんよと。私の世代は、宇宙には地球人しかいませんっていうふうに植え付けられてるから、そんなことないですよ。絶対いますよっていう。私はもう今いますよとしか言いませんけど、で、CE5 は、集合的に第五接近遭遇っていうのは人間側からそのアプローチして UFO を呼んじゃう的なってコミュニケーションを起こしちゃう的なところなんで、これも、その時の多分、私は CE5 的にやったことないんで、本格的に。グループでね、集まって UFO 呼びましょうっていうのは、やったことない人なんで、なんとも言いませんけど、やっぱりそこの中に、こう、もともとピピピと繋がってるアンテナ立っちゃってる人、もしくは認識されてる人ね、向こう側にもう認識が、もう、認められてる人っていうか、認められてるのも違うか。向こう側でも登録されちゃってるみたいな。ある意味。登録されちゃってて。登録されちゃってる人がいると、やっぱ出てきやすいと思いますよ。アダムスなんていうの、アダムス山は、あそこはもうボルテックスだから、出てきても当然でしょって。常に出てきてるわけだから、なんていうの行けばで、か、うわ、人、行った人の話によると、行けば見えるよみたいな、世界みたいな。で、その他は、その土地の電磁場なり、そのボルテックスなり、あとは地質、地面の中の、例えば結晶とか水晶とかね、そのいろんな多角的なのもありますが、見えやすいところはやっぱり見えやすいゾーンがあるんだと思います。で、ボルテックスも、まあ、アダムスは巨大な2つのボルテックスが重なっていると言われていますが、その他にもボルテックスはあるわけで、で、火山地帯はよく出るっていう話だし、火山から出入りしますよねっていう、レポートもたくさんあるから、やっぱり何かエネルギー的に、こう、入りやすい出入りのところっていうのが、ゾーンがあるんですよ、ポータルが。で、あと地球側の宇宙船は、あれはほら、出入り口がないと出たりできたりできないから、海軍とか、あとは海の中とか、あとは、まあ、一般的にエリア55とか、そう、エリア51とかそういうところですよね。ネバダとか、アリゾナとか、ところは結構見やすいと思いますけど。見る人は見るけど、見る人は見ないと。で、ということは、これはね、ESP 的にも、ESP の能力ってあの伝染するからコピーされちゃうもんね。知らないところで。やっぱ一緒にいると、ESP 的にあんまりこう、はぁで私にそういう能力ないとか思ってても、ESP の能力がこう出てる人、開いてる人と長時間一緒にいると、ゆっくりゆっくりコピーされちゃうもんね。だからある程度の段階のところで出てくるわけ。わかるようになっちゃうわけ。見えるようになっちゃうわけ。ここはエフォートレスに
努力をなしにっていうか、あんまりそのいろんなことをやらなくても、そういう人とつるんでいると、でその特にそういう方々とパワースポ機構とか、あの、まあ、例えば C5 なり、スピ機構とか、なんか、長期間ね、1日とかじゃないけど、ちょっと、可能な限り長くいると、こう、転送とか、転写っていうんですかね、コピーが早くなるから、そういう方法もありますよ、と。で、ESP 的には、あの、結局、感覚を超えたところでの別のその超がつく感覚のところでの世界だから、そこは、まあ、ESP 的な能力がすでに開花してると、育っていると、表に出てる人で、その能力がオンになってるとき、オンにもしくはオフできるのになって、ある程度のこと、ある程度コントロールできるようになるわけ。オンになっているときに、一緒にいると、速くなりますよね。やっぱりその、オンオフのそこも伝送されちゃうとか、転写されちゃう的な。で、あとグループ的に、そういう人たちのパーセンテージが多いと。例えば10人いましたと、その10人の中の半分以上とかがなんとなくそういう能力あると分かっちゃうとか見えちゃうとか、の場合は、そこがよりなんか強くなっちゃうっていうか、グループになった時にガーッともっと強くなっちゃうから、より、その、分かりやすくなるっていうの、もしくは転写されやすくなる。で、いや、グループアクションで、だから C5 的にね、一人やるよりはグループアクションで、その経験レベルの高い方と一緒に、その経験値を増やしていくと、その経験としてコピーされちゃうから、その方々が持ってるデータ的なところが見えないと、バックグラウンドでコピーされていくから、よりこう入りやすくなると、チューニングしやすくなると。で、そこで、上がどのようにそれを登録、認識するかっていうか、登録するか、登録っていうか、分かっちゃうんですよね。で、いっぺんなんかそこ分かっちゃって、なんか繋がっちゃうと、上の方々たちって、あの人たちって基本的にはワンネスマインドだから、こう、ダーッと広がっちゃう的な。で、多分こう、なんていうの?クモの巣ネットワーク的に一個と繋がっちゃうと、その回すこと繋がってるところ全部こう、情報がいっちゃうときには多分。で、たまたまその近くにいると、で、なんていうの?たまたまそこでぼーっとしたりするとピッと出てくるときな。ことが起き始めると。で、いつも夜空を見てるわけでもないし、いつも呼んでるわけでもないし、で、用事がある場合は来ますよね、自動的に向こうからピッと。何かしらの何かの理由があって、見せたい時は向こうからピッと自動的に来ちゃうと。そういう時はもう自動的にもう、感覚がもうそこに、なんていうの?アライメントされちゃうっていうか、だから意識してなくても自動的にピッと目撃しちゃうってことが起きるわけ。で、それで、はぁーみたいなことも多々ありますけど、なんでですかっていう、てんてんてんみたいな。この理由は何ですかって。ここは、多分、マインドを超えたところで何かの情報は届けられているんでしょうけど、それがそのマインドのところまで上がってこないっていうか、後から上がってきたりとかしますけど、とかも考えすぎない方がいいかもしれないですね、あんまり。で続くときは続くと。で、バイオロジズムのように、起きないときは起きないと。で、そこで、それに見る見えないにあんまりこう固執しちゃうと、またそれはそれでまたバイアスかかっちゃうから、ポイント的にはやっぱり C5 的には、まあ可能な限り、まあグループアクションを、に参加すると。で、まあ日本でもいろいろ多角的にいろいろやってるんで、そういうところに行ってみると。で、そういう ET 波動に、がこう強い人のところに、いつも一緒にいると、なんか一緒に活動すると。で、
私的には例えば、オカルト波動の人と一緒にいると、オカルト経験が起きるのね。ET 的なところで言うと ET 経験が起きるわけ。で、フェアリー系の人とかと一緒とフェアリー系とか起きちゃうのね。私的には。あんま関係ない的な。だから一緒にいる人の、その人の特性によって、なんていうの？ハワイの時は、ハワイなことが起きるわけ。ハワイってか、ハワイあんなことが起きるわけね。で、そこで、で、フェアリーとかの人とずっとしばらく一緒にいると、フェアリー的な現象が起きるわけ。で、オカルトな人がいると、オカルトなことが起きるわけね。で、幽霊な人がいると、幽霊とかが起きるわけ。だから、私の場合はあんまり関係ないかもしれないですね。一緒にいる人とかなりその影響されちゃうというか、共振が起きちゃうと、そのマトリックスっていうか、その世界が出現しちゃうと。で、あとは、見える見えないは、やっぱりこういうのやっぱ慣れだ、なるでしょうね。やっぱりマインドも慣れなきゃいけないし、で、サブコン的にバックグラウンドのところもそれに慣れなきゃいけないし、OK にならなきゃいけないわけだから。で、スーパーコンシャスのところ、超越意識のところはまた別だと思う。でもサブコンレベルで、こう、やっぱり何かこう、巨大なブロックっていうか、見たいけど見たくない、怖い。もしくは、健在マインドではうまくこう把握できない何かがあるとこう出てきにくい的な。で、スーパーコンシャスレベルでやっぱりそこが強いと現れやすいとか、多分ダイナミス的にはトランスパーソナル的にはこの3つのスーパーコンシャス、コンシャス、サブコンシャスのダイナミックスがどのベクトルに動いてるかによって多分出現、経験するのが変わってくると思います。で、あとは比較的やっぱりそのロケーション的に見えやすい場所と現れやすい場所っていうか、テリトリー的に多分、出入りする場所とかね、さっさ的に。ワシントン的にはアダマスとか、他にもありますけど、プレアデスとか、プレアデスって山のことですけど、あとは、ベーカーとか、他にもありますよね。アダマスだけじゃなくて、ベーカーと、レニアのところ、あそこサスワッチとかいるから、行ったら、で、感覚的にやっぱり向こうのアンテナに引っかかるところと来ると、お知らせは来ますよね。で、ピピピッと認識してます的なところが戻ってくる的な。で、やっぱ人がいると、グループで人がいても、やっぱそのグループのその時の、マインドの動きっていうんですかね。やっぱりバラバラだと、私のところには入ってきても他のところに入っていかないというところがあるから、やっぱりある程度何かフォーカスされてた方が、グループ的にも、グループマインドがバラバラよりは、グループ的なマインドがやっぱり何か集約されてるとテーマですね。その方が入ってきやすい、受け取りやすいと思うんですけど。あとは、例えば、寝る前に、キューッと入って、こう、寝る前に落ちる、あ、でも、落ちる前よりはかなり起きてるか。インビトゥインじゃなくてもうちょっと起きてる時。で、横になりの、リラックスしの、で、呼吸しの、で、ある意味瞑想とこまでやっちゃうところに、ピーッと映像的にね、映像的にビーッと出てくるとかっていうのがありますが、これも毎日じゃないですね。やっぱり何かのダイナミックスがあるようで、いつも出てくるわけではない。出てき始めるとしばらく出てきますよね。で、ここは、多分、栄養素的に、ビジュアルとしてそれを作れる、例えば DMT 的な、もしくはメラトリン的な、スーパーメラトリン的な、いろんなその脳内ホルモン、脳内物質の生産のされ方には関係してると思います。だから、いつも同じではないと。で、ここは、
お腹の消化器系の腑のとこ、ガットのところ。ここがその頭の中物質、脳内物質の、まあ、ある意味、生産上の時のところで、そこが、腑のとこから頭の中へ動かなきゃいけないわけですが、だからお腹の調子が悪いと、こう、栄養素不足的に、脳まで、頭まで、脳内物質が届かないと、そういう時はやっぱりこう、見えにくいっていうか、頭の中も、あ、なんて、明るくなりにくい的な。だから、多角的に いろんなファクターがあるので、クレアボヤンス的にもやっぱり違いますね。頭のそのコンディションによって、が綺麗に見える時もあれば、はぁーい時もあるから、ここはやっぱ生理学的に、ダイエットから、腸全体、もしくは神経ネットワーク全体の、どのバイオリズムにあるかによって、多分かなり左右されると思います。で、エネルギー的には、個体で一人でやるよりも、グループでやる方が、エンファシスっていうか、強調というか、エネルギー的な動きが強くなるから、現象として起きやすいですよね、一人でやるよりは。で、瞑想も全く同じですよね。一人でやるよりも、グループの方がダイナミス的に、経験的には、起きやすいっていうか、まあ、一般的にスピリチュアル体験とか、瞑想体験とか言いますけど、そういうものは作りやすいですよね。作られやすい。で、なので、ここは、まあ、一人で一生懸命頑張って楽しんで、追求、探求するっていう方向性と、グループアクションで、一緒に探求するっていうのを、同時にやった方がいいんじゃないですかね。で、ある程度のところまで認識されちゃうと、どんどん増えていく的な、多分。多分。とか、一個、例えば、エササニーとかに繋がっちゃったら、エササニーとかからプレアデスとかにも繋がっちゃう可能性はあるってことですね。で、そこから別にアンドロメダだろうが、シリウスだろうが、ワンネス、コンシャス、マトリックスのところで、こう、情報がピピピピって、はい、この人なんとなく繋がっちゃってますよ、とかに、ちょっと覗いてみてはいかがですか、とかに、信号が行くんじゃないですかね。で、ここは ET だけではなく、例えばクジラとかイルカとかも、人たちは同じところのマトリックスにいるから、クジラが覗きに来たりとか、イルカが覗きに来たり、竜とかドラゴンとか覗きに来たりするわけ。やっぱりそのマトリックス、人間的には、そこまで達してないから、普通の人にはそういうこと起きないで、そこた、なんかそこまで帰っちゃうと、観察されに来ますよね。向こうから来ちゃうっていうか、私が別の流れではなく、なんか観察してるし、あんたたち、みたいな。覗かれてる的な、ある意味、顕微鏡っていうか、なんか双眼鏡で、双眼鏡じゃない、望遠鏡みたいなので、ピーッと覗かれてる的なことが頻繁に起き始める。で、そこで、向こうが、興味津々な時は、いろんなもの見せてきますよね。食べ物とかさ、動物とかさ、その星のね、みたいな。で、アバター世界の映画の、ジェームス・キャメロンのアバター世界の、ものすごく似てる、だからシリウスなんですよね、きっとね、あれね。で、あのことが、しかも一人とか二人ではなくて、入れ替わり、立ち替わり、いろんな顔で覗かれちゃうみたいな、延長線上で、ジャガーのような、虎でもないか、虎とジャガーの間、でも胴体がちょっと非常に長い的な動物とか見せられたりとか、食べ物とか来ましたよね。で、なんか繋がってる時は、そういうことが起きやすいと。ライト個人的には、あれは、プラットフォームっていうのを作っちゃったプラットフォームっていうのを作ったのね。作ってくれたんです、さっき言って。で、プラットフォームを向こうが作ってくれて、そのプラットフォームっていうところに意識を接続すると、もっとこう、
なんていうのかな、そんなに努力しなくても、ビジュアル的にダーッとこう、受け取りやすくなって見えるようになっちゃうのね。で、ライトボディ的なプラットフォームは、それだと60回から70回のどっかだったと思いますけどね。プラットフォームの青写真とプラットフォームの一部っていうのはもうデザインの中に入ってるから、ちゃんとやってる方の中にはそのプラットフォームっていうのもあるはずなんです、ライトボディの中に。で、そのプラットフォーム的には、その、ある意味ゾーンっていうかマインドのゾーンでもないか。表現するのが難しいですよね。なんかそのプラットフォームのその感覚、そのプラットフォームのところにビーッと意識を合わせる、そのプラットフォームにガーッと入っていけるっていうか、認識が始まりの、そこに私の意識が入ると向こうがわかるんでしょうね。で、ピッと出てくるから。で、そのプラットフォームとのそのコンセンサスっていうか、同調がどこまで強くなるかにもよりますけど、向こうの、なんていうの?アイデアっていうか考えっていうか、向こうがガーッと、本当に何とかもう目の前にいるんです、来るんですねぐらいに来ることもあるし、ある意味ちょっと離れたところから始まりの、で、ちょっとずつ近くなり、気がついたら目の前にいますよね、みたいなところもあり、バラバラですけど、認識しやすくなってますよね。やっぱプラットフォームができちゃうと、わかりやすい。ビジュアル的に、で、感覚的にも、もしくはメッセージ的にも、テレパシー的にも分かりやすいと。で、そこが、そのプラットフォーム的には、それぞれの、コンシャスボディの中でそのプロプロが作られていくんですけど、ライトボディ的には。で、そのプラットフォームっていうのはすでにこう、入りの、それは立ち上がりの、エネルギー発りの、で、あとはそのプラットフォームを認識できるかできないの話で。で、これちょっとテクニカルになりますが、ちゃんとライトボディを真面目にやってる方はもうできてるはずです。はっきり言って。だからさっき感想はあげましたけど、千秋さんの場合は、寝る前とかに、こう、まあ、映像入りの、もしくは夢の中でもコミュニケーション大きいの、で、やっぱりこうゾーンっていうのが、やっぱり、なんていうの、マインドが邪魔が入ってないっていうか、ある意味クリスピーなっていうか、透き通ってるっていうか、そういう時にダーッと入ってくると。で、でも見るとか見たいとか見たくないとか世界ではなくて、その時の、インテグレーションとか、その時にピーッとたまたまそこにダーッと、なんて、現れる的な。で、待ってなくても、そこピッと入っちゃうとダーッと出てくる的な。で、でも彼女の場合は、でもあの人は私と一時的に何ヶ月か住んでたからね、ルームメイトがね。切り、だから伝染されて、だから、なんていうの、多分コピーされちゃってるんでしょうね、きっとね。で、もともとあの人もスターシード系だから、コンセンサスは高かったんだと思いますけど、でもそういうことが起きちゃうと。で、起こしたくて起きてるわけではないと思うんだ。私の場合も彼女の場合も。陽子さんの場合もそうだと思いますけどね。で、そこまで行っちゃうと、こう、あとはそれをどのように楽しむか、もしくは探求するか。でそこに行って、なんかこれってどういうことなの?もっと知りたいわ、ワクワクで入っていくか、はぁーみたいな、よくわかんないけどで行くか。もしくは、ちょっともう閉ざ、それが起きちゃったら閉じちゃいますっていうバリエーションもあり得るから、頭では思ってても、実際に起きちゃうと閉じちゃうケースも多々あるから。ここは、やっぱり慣れですよ。多分慣れだと思います。はっきり言って。でもそのうちに、コンシャスボディのところが、ETマトリックスっていうか、そういうところに慣れていって、OK し始めちゃうと、例えば、コーリー・グッド・コズミック・ディスクロージャーとか見てる間に、なんかバーっと見え始めちゃったりとか、なんか、記憶が出てきちゃったりとかしますよね。コーリー・グッドだけじゃないですけど、なんかそういう ET テーマの、例えばアブドクションシリーズであれね、シークレット・スペース・プラグラム系であれ、なんであれ、なんとテレビ見てるだけで、なんとなく、オンになっちゃう的な。別に、自動的にオンになっちゃう的な。アンテナがだんだん立っちゃうんですよね。
で、そのいつもそうでも、いつかといっていつもそうなわけでもないから、ここはやっぱりですね、やっぱりなんかやっぱダイナミックスとかバイオリズムがあるんだと思います。起きるときにも起きるけど、いつもそうではないってことって。で、あとはやっぱ瞑想的には、その、やっぱそのゾーンがあるから、そのゾーンまで、どこまで早く、綺麗に、そのゾーンに、意識をそのゾーンにピッと入れなきゃいけないわけね。そのゾーンにピッと入れるように入れるになると、そのゾーン的には、その、リアリティ的にそれ ET リアリティなのか、物界リアリティなのか、フェアリーリアリティなのか、いろんなリアリティありますが、ゾーンに入って、そのゾーンの先の、あの、体験は、あれはもうフェティッシュであって、フェティッシュと言えると思いますけど、多分、フェティッシュ世界、どこに、やっぱりどこに、こう、もともと、こう、チューニングされやすいかによるんじゃないですかね。で、オカルト的なところに、フェティッシュがあると、やっぱオカルトのところにピーと合いやすいということで、多分、世界的、世界観としてね。で、ああ、でもさ、そうね、そうですね。あの、30年前に、リーディングの仕事でか、でもまあ、九州の時の話ですけど、あの、旦那様がバーをやってて、女房は、まあ子供産んだばっかりで、で女房は結構霊媒体質で幽霊ばっかり見た人で、まあ、それでもうノイローゼみたいな、もう見たくないですよね、方だったんですけど。で、個人セッションの後、やっぱりなんかが変わっちゃったんですよね。で、その後突然あの人はもう ET ばっかり見てますよね。で、突然もう UFO、幽霊っていうか、お化け系が突然消えの、その代わりに、お化けが UFO、ET について、あの、変身しちゃいました、みたいな。連れて行かれちゃいました、みたいな。世界が突然起きました、って思いましたね。だからやっぱりなんかこう、あの、チューニングの先が変わっちゃうというの。ずっと、現象として、経験が、こう、別のリアリティ経験になっちゃうというの。なので、ここは変わり得ると、多分。で、そこでどのように、その、どのリアリティマトリックスに、こう、が、オンになるか、で、チューニングが合うか、で、そこで、まあ、ここもちょっともう言葉で説明しにくい世界ですよね。で、どちらにしても目に見えない世界は、あの、ET だろうが、UFO、あの、フェアリーだろうが、マーメイドだろうが、お化けだろうが、ノームだろうが、トーテム、ネイティブアメリカントーテム世界であろうが、エジプト神様世界であろうが、そんなに大差ないと思います。目に見えないという意味では。どこにチューニングが合ってるかだけなんだ。で、そこで、やっぱりこう、意識のフェティッシュ的な、あの、テイスト的なところが、どこに、どういうチャンネルで、どのフォーカスで、接続されてるか、もしくは接続するかで、こう出てくる体験が変わってくる的な。で、そこでなおかつ、その土地の波動、もしくはその場所の記憶とかも関係するから、一概には言えませんが、まあ、いろんなところにいろんなタイプの人と行ってみて、で、その、期待しすぎず、考えすぎず、感覚な的なところは、こう、ガンガン発達させ、磨き、その、やっぱ、旅行は一緒に行く人にかなり左右されるかもしれないですよね。もしくはそのグループダイナミックスで、グループ的に、バラバラだと、こう、リアリティとって出現しにくい的な。やっぱりまとまって、やっぱり意識がまとまってた方がいいと思いますけど。他には、もう1時間話しちゃったんで。見える見えないは、ここは考えすぎても、あまりこう、ストレスになるだけなんで、それよりも、どこまで開けるか、どこまで OK になれるか、どこまで良しとできるか、もう、まあ、バシャール的に言っちゃうと、その子の ET って ET 幽霊群どこまでワクワクできるかってことになると、かなりやっぱり振動するときに、周波数的にかなり細かく、細かく、細かく、ガン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 上がっていけなきゃいけないから、
でもある程度この行っちゃうと、向こうに頼んじゃえば向こうが引っ張り上げてくれちゃうっていう手感も出てくるので、あとは宇宙の医療チーム的に、宇宙の医療チームに頼んじゃってちょっと改造してもらっちゃうというか、アップデートしてもらっちゃうという方法もありますね。で、自分でわかんないところは自分を超えたところに頼むしかないんで、丸投げしちゃうときな。で、アップデートが進んでいけば進んでいくほど、より、こう、成長が早くなるときには何もしないよ。宇宙の医療チーム的に私は進めます。で、と思うかもしれませんけど、やってみなければわからないっていうことなんで、特にライドバディやってる方は、ちゃんとやってる方は多分頼みも出てくると思いますよ、きっと待ってれば。多分、夜寝る前とかリラックスして。あ、すいません、オンラインしますとか言って、だすいません、宇宙の医療チームちょっとなんかやってください。これちょっとこういうこと問題なんですけど、頼んでみないとわかんないと。頼まなくてもやってくれることはありますが、頼んでみた方がいいと思いますね、ちゃんとやってる方は。どこまでコンセンサスができてるかと。で、どのように入ってきて、どのように動いていくかとか、あとはビジュアル的に映像が入ってくる場合は、そのエネルギー的にもっとこう、インテンツに入ってくる、いろんな場所があると思うんで、これはどちらにしてもやってみないとわかんない世界なんで、はーとか思ってるよりは、もう意図的にガンガン頼んでみると、投げてみると、すいません、もうガンガンやってください的に、私はそうしましたけどね。やってみなきゃわかんないからやってみるわ的に、やって始まったら本当なんだ的なところで始まっちゃいましたけど。まあ、そんなことで、まあ、考えすぎずに、マインドでぐにゃぐにゃぐにゃ考えすぎずに、制限を、マインドで制限しても決めつけずに、やってみないとわかんないんだからやってみましょう的に、投げてみると。そこが ET であれ、ブッダ世界であれ、キリスト世界、エスト世界、エンジェル世界だけ見ないとわかんないから投げてみると。オカルト世界とか私は進めませんけど、ダークなところは進めませんけど、それがやってみると、で、やってみて、はーな場合でも、諦めずに、こう、コツをつかむまでやってみると、意識がない時にやってくれるケースもあるから、寝てる間に実はもう起きてるとかもあり得るから、諦めずにやり続けると。で、なんとなく荒々し始めたらもうコンセンスも作られてるってことだから、それをどんどんやり続けると。で、そこでいろいろリクエストを出しの、それを思い浮かべるなり、言葉にするなり、テレパシー的に、まあ、一心伝達的に、その要望っていうか、リクエストっていうのを、こう、ピッと流しいの、放ちいので、で、まあ、反応を待つと。すぐ起きる場合もあれば、すぐ起きない場合もあると。で、如実にリアルにダーッとね、エネルギー的な変化が起きる場合もあれば、じわじわから、それがどんどん強くゆっくりゆっくりすれば、いろんなバリエーションがあるから、やっぱそこで、時間を作るしかないですね、これね。自分の中、一日の中で、1時間なり、まあ寝る前が一番だとかもしれないですね。もしかして、起きる前っていうのは大概みんな焦ってると思うんで、やっぱり寝る前、ちょっと早く横になりの、1時間ぐらい普通より早くなって、1時間横になって、寝室宇宙船化計画っていうの、寝室 UFO 化計画っていうのを進めるのがいいかもしれません。うちの人も一番起きやすいのはベッドルームコンタクト。外よりも。どんどんベッドルームコンタクトっていうのは増えると思うので、支配部と同時に自分の寝室をプラットフォーム化するっていう方にも意識を育てた方がいいかもしれないですね。寝室の、その、多次元的に寝室がプラットフォームが重なっちゃうと、ベッドに横になってしばらくしたら自動的に始まっちゃう的なことが起き始めると思うんですけど、ここはやってみないとわかんないんで、やって、まあ、その意識を持って、考えずに、やってみることをお勧めしますと。で、わかんないことは、考えてもわかんないので、
丸投げしちゃうと。できないことは考えてもできないので、できるようにしてくださいと丸投げしちゃうと。もしくはそのコンセンサスが持てるように、そのちょっと改良してください的なことをどんどん頼み続けると。で、これも向こうしばらく、やってみないとわかんないですよね。私の場合は、カン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 にちょっとんで、ですけど、まあ、そういう方法もありますよ、と。あとはそれをどれだけ落とし込めるか、近くに引き寄せ、近くに、なんていうのかな、近くなるかの世界だから、どんどん慣れていけば慣れていくほど、こう、なんていうの、差が、差っていうか距離が薄くなる的なってことですよね。そんな感じですかね。ね。見たい人は、見たいっていうか、見る見ないを超えちゃった方がいいかもしれないですね。あんまそこも、固執せず、そういうもんだって、かなりこう、なんか離れちゃう的な、なんて言うんだろう。手放しちゃう的な。だから場所ある的に言っちゃうと、ステップ7、デタッチメント、剥離しちゃう的な。ところの方、そこまで行っちゃったら、パカーンと行くのかもしれませんね。ET コンタクト的には。まあ、とにかく個人的には、興味がある方はガンガン行ってくださいと。考えすぎない方がいいですよと。で、焦らない方がいいですよと。で、あとは、やっぱりマインド、健在マインド、サブコンマインドで、やっぱりどんどんこう制限外す必要ないわけなんで、そこでマインド考えてても、考えるだけでバイアスになっちゃうわけだから、考えない技術っていうんですかね、マインド技術っていうんですかね、でも瞑想技術なり、ヒーリング技術なりで、そのゾーンにガッとこう、スイッチ変えられる技術を養うと。で、そんなもんですかね。私的にはもう否定はできません。否定はできません。私は完全否定できません。います。ちゃんと、コミュニケーションしてきます。で、いろんな方々がいます。で、そこでいろんな方々がいるので、そこで、チャレンジは、ビジュアルチャレンジが、来ますよね。って、やっぱり、京子さん的にはあの人は怖くないって言ってたから、すごいですよね。私やっぱり、はぁーの時でやっぱり固まっちゃいますよね。ビジュアル的に。ビジュアルプレゼンテーションでなんか、みたいな。初めての場合はやっぱり結構固まっちゃいますよね。なので、ここもやっぱり慣れですよ、ね。で、これは、昆虫になれるとか、魚になれるか、鳥になれるとか、動物になれるとか、身近な生き物にじーっと入っていって、眺める的な、投げる的な、ゴキブリでも全く同じ、ガでも全く同じ。昆虫系ハードルが高い方は、サブコンレベルで相当ハードル高いと思います、CT に関しては。だから、そういうものに、だから、水族館に行って、海洋生物を眺めて、慣れる。ビジュアルとして慣れる。で、イソギンチャクを、眺めて、イソガギンチャクを命だけではなくて、この人の意識があるのねっていう風になれる。そういうことをやっていくと、多分ハードルは、減っていくと思います。だから、ゴキブリが苦手な人は、もしくはガが苦手とか鳥が苦手とかいろんなその苦手があると思いますが、慣れる。慣れる。で、なんかリアクションしなくなるまで慣れる。で、カブトムシとかね、もしくはネズミとか、いろんな動物もいろいろいますけど、あれも慣れだと思います、多分。初めて、なんかやっぱり、いつも見慣れてると、見慣れてきちゃうと、アタックしない限りね、ゴキブリなんかやっぱりアタックされちゃうとちょっと飛んじゃいますけど、なんとリアクションしないぐらいに、昆虫世界、動物世界、鳥世界、魚世界、人間もそうですよね。になれる。
慣れて、そのリアクション、どうしても自分を慣れさせて、制限を可能な限りこう薄くして、そこに反応しないように、日々トレーニングすると。で、そこで、外見ですよね、要は。ビジュアルに惑わされず、その奥にあるものを見る努力をする的な。ハミングバードもハミングバードのプレゼンテーションですけど、ハミングバードっていうビジュアルを超えたところに何があるかっていうところなんですけど、意識があって、集合意識だったりする、つながってたりするから、そこは ET ダイナミクスとそんなに変わんないですよね、動物がって。で、魚も個体としては個体には見えるけど、あの人たちも集合的になっちゃったりするから、集合的に形変えちゃったりするから、力作っちゃったりするから、その、既成概念を超えてより、生き物世界の生き物世界の人間は人間、すごく人間的にね、判断して人間的な世界でしか見えません、ね、その他人間以外世界をどのように捉え直すかでも人間以外のものはすごく集合的なんだ。鳥であれ、虫であれ、魚であれ、動物であれ、あの人ってすごい集合、人間よりもはるかに集合的だから、そこを、そこはもう学ぶしかないかもしれませんね。で、そのために、自然集合性、自然的なその集合、つながりなところを自分に教育する的な。ハワイはその分いいかもしれないですね。クラウドランチで僕で馬に乗ってみる的な。もしくは牛を眺めて観察する、生態観察する的な。もしくはダイビングが好きならダイビングして、魚なり海洋生物のその集合世界っていうか、そのシンクロ世界を眺める的な、観察する的な。鳥もそうですよね。で、昆虫もそうだから、どのように、なんていうの、捉え方を変えるのが必要だとは思いますね。だから普通の生活をしてる、そこに対して意識がいかないっていうか、そういうところにこう重きも持たないから、なんていうの、その素晴らしさを見ないっていうんですかね。分かってないっていうんですかね。なので、その、映像的に、なんかドキュメンタリーで自然の、美しい映像の自然ダイナミクスっていうのをなんかこう見ながら、その集合的な繋がってる世界っていうのを考えながら見るとか、でも相当変わるんじゃないですか、意識としては。そんな感じですかね、他にはね。でも多分見える見えないわ。あんま気にしない方がいいと思います。すぐに、そこに接近したい方々は。接近したいのであれば、自分を教育する。集合世界をどんどん植え付ける。これ学習ですよね、多分。学習だとしか言いようがないと思います。やっぱそこを、学ぶっていうよりかは、認識が始まって、で、なんとなくそこがなんとなく、あ、これってこの人たちでこういう世界なんだっていうのが分かってくると、あとはもう、あとバリエーションだから、そんなにハードル高くないんじゃない？すべてそういうふうに、捉えられるようになる的な。なので、まあ、映像、ドキュメンタリー、例えば、ヒストリーチャンネルとかいろいろありますけど、アメリカでは。で、それから入りの、映像的に入りの、でもやっぱりライブで、だから水族館行くとか動物園はちょっと違うか。種類が多いぐらいっていうか、だいたい1種類、2種類とか1匹、1匹、2匹とかいう世界だから、やっぱ水族館の方がまだいいかもしれないですね。お魚系の方がハードルが高いかも、低いかもしれませんね。あとは鳥世界。あの人で群れになるから、群れになる世界ね。群れになる世界を、眺めて、その群れになってる、シンクロ世界っていうんですかね。個体が集合体になって、どのようにシンクロして、どのような動きをするかと。コンセンサスで、あの人たちってもう感覚的なところでやっちゃってやるわけだから、
それを眺め続けると、で観察すると、でそのダイナミクスっていうのをこう吸収すると。で、それをやっていったら、自然界との、自然界も ET 世界とそんな変わんないと思いますけどね、きっとね、ダイナミクス的には。ちょっと違うように思えるかもしれませんが、私的にはそんなに変わらないと思います。あの、つながってるという意味では。つながりを、まあ、ある意味取り戻す的なところで、つながっちゃうと、こう、人間世界とのつながりにちょっとこう、ベクトルが変わっちゃう的な。ですよね。まあ、ぐずぐず話しちゃいましたけど、もうちょっとこれから先は、次はあの、ライトボディなんで、ちょっと失礼させていただきます。それではまた。